よし、続きやっていこう。また日にち空いちゃった。おかげでまた操作1からだよ。また思い出さなきゃ操作を。困ったな。よし、行こう。京都に入って、第3章からで、まだマップ埋めできないんだよな、これ。でもな、じゃあ、第3章、新たな道から。禁門の変が終わってから。すぐだよな。前回、禁門の変、俺よくわかんないけど、あれでしょ、池田屋事件の後に起こった、まあ、新選組がなんかやらかした。よくわかんない。詳しくない、その辺は。待てよ。よし、行こう。幕府側の奴らとの切り合いは避けられんじゃろうが、覚悟はええかい。どうにか戦いを避けられないか。わしじゃて避けられるがなら避けたいけんど、幕府側の特に新選組の奴らは聞く耳を持っちょらんきの。もう新選組の奴らはもう切ることがあれになってきてない？なんかもうなんだろうな、切ることに快感を覚えてるっていうか、もう今で言う正義マンみたいな。よし、じゃあ早く助けに行こう。さすがおまんは肝が据わっちょるの。わしらは新選組に加勢しちょったき、ここで長州を助ければ裏切りも言うことになるかもしれんけど、すぐに行動を起こさんと手遅れになりかねんきの。火を見て追っ始めるぜよ。行くぜよ。敗者の定め。まだ誰使ってないかな。島田虎之助って使ったかな。使ってない気がするんだよな。いや、使ったよな。モツガイと一緒に組んだよな。となると山形有朋でいいか。このままでいいか。一応全員使ってみたいしな。無用な戦いを止めるため、勢いづく幕府軍の先鋒である新選組を食い止めなければならない。うん。追撃を受ける長州藩の残党を救うべく、彼らが逃げ込んだ本能寺へ向かう。本能寺の変みたいなもんか。よっしゃ、わしの出番じゃな。参ろうか。操作マジで忘れてる。ちょっとまだどこかに隠れているはずだ。
戦うな。よしよし。極力安全策、忍殺しながら行きたいけど、あいつこっち見てるな、ずっと。何か上から行く道とかあるんかな、これ。多分正解はここまっすぐなんだろうけど、このはしごが気になる。でもなんか白くなってないな、なんでだ。うわあ、こいつら。待て、操作どうだったっけ？どうすんだっけ、パリ。やばい、操作忘れてる。どっから飛んできた弾。どこだ、誰が撃ってる。屋根の上か。ちょ待て、単銃だとそんなことできるのか。あ、リロードはこうで。あー、弾切れ。あー、もう完全に操作忘れてる。手間を取らせる。3日4日空いただけでそんなすぐ忘れちゃうもんなんだ、操作って。
誰だ？ちょっと待って、誰かいる。あんた強いな。頼む、高杉さんを助けてくれ。追い詰められて今は本堂の方にいるはずだ。仲間か。さすがの高杉さんも満身創痍だ。このままじゃ。ちょいちょい味方がいるな。なんかちょっと待って、ちょっと待って、高杉って誰だっけ。高杉新作のことだよな。やばい、それすらも忘れてる。高すぎ、あーこいつな。はいはいはい、長州藩士を救出。まだいるんか藩士。あと2人どっかにいるってことだ。あー、ここでハシゴが下ろせるって感じか。珍しげなものじゃな。おお、なんか取ったよ。良さそうなの。黒き侍の兜。黒き侍のより強っ。あー、こっちの方がいいわ。全然黒き侍の方が強い。無念無双、石化で体力回復とか、体力最大時に攻撃力最大とか、攻撃力アップとか、石化後攻撃力アップとか。それよりも体力減少時の攻撃力上げた方が絶対いいかもしれない。パリーできないもん俺。被ダメージも下がるし、こっちの方が安全だわ。変えよう。強靭が4つついたでしょ、これで。いいね、これでいこう。誰だ？お、来た。であれ。
容赦しないよ。ちょ待って、こいつ苦手ないんよ。早すぎて。ダメだな、早すぎてパリができない。そんなんとか。手間を取らせた。ダメだ、パリがマジでできない。ちょ待って、何が起こってんのか全然わかんないし。死んでるし。攻撃数多いよ、マジで。よし。よし、勝った。待て、勝った。よし、その腕があれば近藤さんの役に立てるのにな。もし考えが、いや、やめておくよ。お前、よう止めてくれたの。さあ、とっとと新作を連れて逃げるぜよ。起きたの様子がおかしかった。確かに気にはなるけど、そんなことより今は新作を助けるのが先じゃ。長州の京屋敷までならなんとか運べるじゃろ。この騒ぎであっちの囲みはへっちょるはずじゃ。早う医者に見せんと手遅れになるかもしれん。ほれ、急ぐぜよ。あんたらにはすっかり世話になっちまったな。まだ寝ていたらどうだ。いや、起きて話す程度なら大丈夫だ。命の恩人たちの前で寝てなどいられるか。お龍が追ってくれて助かったぜよ。おまんに医術の心得があるとはの。怪我の見立ては父さんよ。私は言われた通りに手当てしただけ。丸崎先生とお龍さんには感謝の言葉もない。
あんたらが来てくれなければ命を落としていた者も多いはずだ。わしも驚いたぜよ。ここでお涼と再会するとは思わんかったき。確かにできすぎた話だ。あんたらは深い家にして結ばれているのかもしれんな。そうなのかな。それはそうと、桂さんはその後どうじゃ。居場所は分かったかい。いや、池田屋の一件以来音沙汰なしだ。ただ今朝方屋敷にこんな手紙が投げ込まれていてな。何何、鴨川で待つ諸君狂いたまえ。これはもしかして桂さんか。断言はできんがな。松陰さんの最後の言葉はあの場にいた者しか知らんはずだ。鴨川に行ってみるか。そうじゃな、行けばわかるじゃろ。ぼちぼちまとめ役の桂さんに出てきてもらわんと皆の足並みも揃えられんきの。悪いが頼めるか。俺も行きたいところだが、まだ満足に動けない上にちょいと風邪気味でな。わかったぜよ。そうと決まれば早速行ってみるかの。京都にも長屋を用意しとるき、そこで支度するとええ。鴨川で落ち合うことにしようかい。気をつけてね、龍馬。お、新作を頼むぜよ。京都の土地勢力と勢力転向。敵勢力の土地では隣接している同敵勢力の土地数や敵勢力の治安悪化の数に応じ敵が強化される。どの都市との因縁を深め敵勢力から解放していくかが有利に戦うための鍵となる。ってことは、っていうか大変だな、どこもかしこも。京都はそこまで広さはないって感じか。で、勢力的には全部砂漠が敵になってるから。あー、そうか、砂漠につけば徳川、そうか、倒幕についちゃったから人物、山形有朋とか、こう桂小五郎とか、これだけしかいないんだ。砂漠につけば新選組に、徳川に、勝海舟もいたって感じか。よし、じゃあとりあえず治安悪化してるところからどんどん潰していくか。写真、ここもいけるな。三条大橋、で、ここの場所がどこだ。五条
本能寺の南、鴨川西岸の土地、遊郭のある島原に向かう道筋は料亭や茶屋でにぎわう。鴨川にかかる五条大橋は徳川家康を重臣として従えた豊臣秀吉によってかつて移設された。そうなんだ。池田屋、ここも見たな。池田屋は誰か腕に覚えがある者はおらぬか。やります。ほう、貴殿、なかなか準備は良いか。では始め。そこまでやりおる。これを差し上げよう。我が弟子をもっと鍛えねばならぬな。なんだこの白線。ああ、マップのテクスチャか。そうかそうか。なんか白線が引いてあるなと思ったけど。アニャーがいる。そうか、ニャー消えたじゃねえか、マジでこいつら。77匹目。そこの方、手を貸してくれないか。向こうで賊が暴れているのだ。手伝おう。感謝する。さあ、共に参ろうぞ。ちょっと嫌な予感するな、でも。引っかかったなって行きそうなパターンなんだよな。味方か。
済んだ大使もいる。心ばかりの礼だ。受け取ってくれ。お、三条中立に転向。はは、そういうことね。ってことはここで、今ここはさ、砂漠派の土地になってるから、ここで倒幕の手伝いをすれば中立に変わるって感じか、多分。百人殺しの闘吉。敵がものすごく硬い。ここに来てっていうか、だいぶ集中しなきゃやられちゃう。マジで敵が硬くなってる。
どう行くんだ。これマジで道が分かんないぞ。あそこの上にどう上がればいいんだ。こうか、ここか。いや道もだいぶ複雑化してるよこれ。なんかあとさ銃剣だけ出ないんだけど、全然装備が他はガンガン出るのに銃剣だけ装備出ない。なんで。くそ。なんじゃろな、マップの狭さかな、この難しさ。マップが狭くていろんなところに引っかかったりしちゃう。もうクソ、猫も逃げるし。マップが狭い上に至る所敵だらけな感じになってきて。急な難易度上昇を感じるな、ここ京都。
あとはここか。三条全収集達成。名所三条大橋。三条大橋、京都三条の鴨川に架かる橋。東海道五十三次では西側の出発点とされている。そうなんだ。近隣の河川は、三条河原と呼ばれ、16世紀末に盗賊石川五右衛門の処刑や徳川家康に敗れた石田三成の晒し首が行われた。次ここ行ってみるか。白川。いい品が入りましたよ。袋の値付け28,000円。高くね？ちょっと待って、高くね？でもなんかいいもんなんだろうな。買ってみるか。他にご用件は？微妙だったな。いらなかったな。移動いたしましょう。まあでもすぐお金貯まるじゃろう。チョタイヤ。無理なんだこいつは。やっぱ手だれか。瓦礫砕きの棒。レンガか。レンガ砕きの棒。しかもお尋ね者か。白川って何がある？白川御所っていうのは聞いたことあるけど。あ、やぶさめがある。北から回って、いやーでもこれ名所が3カ所に
旗印が2箇所、社が結構多いな、ここも。京都狭い割にやることが多いぞ、これ多分。はいはい。この先に行きたいのですが、はい、辺りで賊が出るとの噂があり、守っていただけないか。よろしいよ、手伝いましょう。ありがたや。では参ろうぞ。行きましょう行きましょう。こちらです。やめてんのか。だらけです。ここまで来れば大丈夫かと。こちらを受け取ってくだされ。下鴨神社参道、ここで写真を撮りつつ北から回ってぐるっと回るか。下鴨神社参道。お、名所下鴨神社。白川下鴨神社、白川にある神社、古代の、なんていうの、崇神天皇でいいのの、2代5代には信仰されており、794年の平安京関東など国の大事には大事と大事には必ず祈願がなされたという。境内で催される喜捨は馬上から神楽屋をいる神事、天下安寧や豊年満作を祈願する意味があった。よくいらっしゃいました。やるか、やぶさめ。お会いできて嬉しい。それなら喜んでお付き合い。4万4千点で極伝。あー、この手のタイプか。爆発するやつか。
待て、これめちゃくちゃ難しいんじゃないの、44,000って。これで回転か、いけそうな気がする。難しくないこれ。4万5千でしょ。なぜ止まったし、ちょっと待って、なんで引っかかる、ここ馬が引っかかるんだけど。うわー、くそ、いい感じでいったのにな今。いいんじゃないこれ、いったんじゃない、うん、ほーら、いった。これは結構簡単だったよ。いいいい、全然楽勝だった。素晴らしい弓さばき、まさに人馬一体です。
白毛の神馬。なんか速そうな馬を手に入れたよ。あれどうやって行くんだ。行き方わかんないぞ。どう行くんだあれ。なるほど、こうか。ていうかだいぶ山の中だなこれ。どう行くんだこれ。洞窟があるしな。どうするんだろう。名所吉田山。まず白川、京都御所の東、鴨川東岸の土地。中央部には吉田山がそびえる。西北部には下鴨神社、南部には南禅寺と有名な寺社が存在する。特に南禅寺は日本の禅寺の中で最も格が高い。下鴨はさっき読んだ。次吉田山。京都白川にある橋梁、東山三十六峰の一つ。天照大神が岩戸隠れに及んだ際、神々が神楽を奏でたことから神楽丘とも呼ばれる。9世紀半ばに吉田神社が作られたことで吉田山と呼ばれるようになった。ちょっと待って、誰かいるなあれ。血を求めるも、待って、こいつ隠しボスじゃない？やられる。マジで。待って、これまた何か出るんじゃない？ちょっとレアアイテムが。といってもセーブポイントまで戻るのめんどくさいしな。
蛇体験使わない武器だ。またあー強いね。492。本当に銃剣のいい武器が全然出ないんだけど。あまりにも銃剣出なさすぎて弱すぎる武器が。どうすりゃいいんだ本当。品だな。新選組が差し押さえる。どうのこと。怪しい奴。さっさと言わんか。全然ダメージ出ないよな。これを受け取ってくれ。攻撃力310だもんな。ちょっと弱いよな。あでも300、いやでも335になるけど、ついてないんだよな。いい装備が。レアドロップって感じでもないし。何かあるってわけでもなし。南禅寺。白川南禅寺。京都白川にある臨済宗寺院。13世紀末、亀山法王が無冠不問を迎え開山。15世紀後半には応仁の乱で消失するも、1605年から住職の維新崇伝によって再建される。1778年初演の歌舞伎、ローモン御座切りでいいのかなこれ。には、南禅寺三門に登った石川五右衛門が桜を見て、絶景かな絶景かなと見栄を切る場面がある。
会人にニャーがいるけどどうやって取るんだ。ああなるほど、タコか。ニャーがいないぞ、どこだ。いや待て、これが写真か。まず絶景かな、絶景かな。どこだ。あ、いた、目の前にいた。は宝箱が1個。うん、よし、白川全収集達成。ミッションはまあ次回すりゃいいか。ここは次、祇園、ここ行こう。八坂神社。祇園、本能寺の東、鴨川東岸の土地。9世紀に八坂神社が創建されから、されてから発展し、17世紀以降は料亭の立ち並ぶ繁華街となった。八坂神社を祇園社とも呼ぶことが地名の由来。八坂神社、京都祇園にある神社。祇園精舎を守護する、御頭天皇を主祭神とし、祇園神社とも呼ばれる。9世紀後半に疫病除けのため神輿を神泉苑へと送ったことがあり、以降それに由来する祇園祭りが催されている。また神社本殿の下には清流が宿る流血があると言われる。東山でしょ、こっちないんだ。伏見の方はないんだ。東山、やっぱ伏見の方あってもいいと思うんだけどな、この辺ぐらいまで。せめて伏見稲荷とかその辺ぐらいまであってもいいと思うんだけど。
おおおお、二人いるな。ケウチアリノスケでいいのかな、これ。服部武雄。お、チオンギンだ。京都祇園にある浄土宗寺院、宝禅が東山義水に結んだ草案が起源とされる。宝禅の死後、弾圧を受ける者の弟子の、なんだ、現地でいいのこれ、によって再興。四条天皇より、花鳥山知恩教員大国寺の、事後を携わった。1633年に一度全焼したが、三代将軍徳川家光の加護のもと再建された。京都に来てからマップは狭いわ、ややこしいわ、難しい漢字は多いわで読みづらい。手を貸してくれ。はいはい、いいでしょう。でもあいつ、待て、あいつ仲間にしたら一人突っ走っていきそうな気がするんだよな。すまない、あまり強くないな、敵が。おお、嫌な予感するな、でかいのいるよ。油断したらやられる。大したことなかったな。家電のコテ、なんか良さそうなコテ取ったけど、そうでもないか。獣側の手甲、これ強くない？20上がるよ。強靭なるが抜けちゃうけど、
どうしよう。比類なき。いや、でも比類なき外れちゃうもんな。強靭なるつけて。いや、獣側の手子これ強いよ、多分。でも、体術も崩落でも使わないから、結局はいらないんだよな。八坂神だな。あれでも八坂神社結構これ再現率どうなんだろう。昔とやっぱ違うんかな今って。あいつら手だれっぽいな、なんか。卑怯とは言うまいな
まああいつらも結構卑怯なことやってくるしな、敵も。こっちだってたまにはせこいって使わなきゃ。あれ、清水寺の近くになってくるんじゃないんかな、この辺って。違うんかな。ちょっ、宝冠寺。京都祇園にある臨済宗建仁寺派寺院、渡来系の八坂氏が創建したとされる。戦国時代15から16世紀、上洛した大名が宝冠寺に旗を立て天下人になったことを示したという。境内に立つ五重の塔八坂の塔は興福寺の五重の塔をしのぐ高さを誇る。これな、あるぞ、うちの近く。岡山県にも総社に五重の塔があるけど、日本で一番ちっちゃいんじゃなかったっけな五重の塔。感じでもないんか。でもあそこに引っ掛けがあるよな、ロープ。こんなところにまだニャーがいる。遠い。双竜の牛尾刀。ちょっと待てよ、マジで。あの銃剣のレア武器が出ないんだけど、全然。戦じゃ俺らの邪魔してタダで済むと思うなよ。
とう。君は腕が立つようだね。私は南禅寺の方へ行くと。ほらだ。では、縁があればまた会おう。80匹か、あと20匹な、多いな。まだまだそんなにいるんだ。でだ、どうする？高い位置にあるとまたここどこ行くのが正解なんだろう。マジで京都ややこしいな、マップが。待て、ミケじゃない、ミケじゃない、これミケじゃないんか。81匹目やばいな、道に迷うな、マジでこれ。誰だ誰だ。彦十郎左衛門。のなぎなた、いらないな、使わないな。マジで銃剣ドロップしないんだけど、なんでだ。解放してない。
し、これで祇園全収集達成な。次。どうしよう、河原町行くか、ここ達成しようか。達成というか、ここ解放しよう、次。河原町、本能寺の東、鴨川西岸の土地、北部には土佐藩御用達の庄家であるこのエアが存在する。かつては鴨川の河原だったことが地名の由来。ドルイが占拠していたが、17世紀後半に護岸工事が行われたことで都市として使えるようになった。四条大橋、京都河原町の鴨川に架かる橋、安賀神社への参道として多くの参拝者が行き来する。1142年僧侶の肝心で作られたとされるが、鴨川の氾濫によって何度も流されては架け直されていた。江戸時代になると三条五条大橋とともに幕府の管理下に入った。お、薄川太夫、薄川太夫、薄雲太夫、これで全部上がったんじゃない。薄川太夫ってなんだっけ、真剣じゃだっけ、あれ。お伏せを。お伏せ、はい。941円、はい、ありがたよ。あー、いいね、川床、いいね、いいね。いいね。今芸者さん大変なことになってんでしょう。なんか勝手に写真撮られる上に、さらに袖口にさ、タバコの吸い殻とかゴミ入れられるみたいじゃない、外国人から。これはダメでしょ、いくらなんでも。マナー違反とかそういうレベルじゃねえでしょ。京都までツーリングに行こうかなって思ったんだけど、外国人が今多いって聞いて行くのためらっちゃうんだよな。来るなとは言わんが、郷に行ってはができないなら来るなと言いたいな。
ずるいよなやり方。赤目のヤスケ、これ行こう。おお、赤目だ。あ、こいつ強いぞ、ちょっと。あ、全然そんなことなかった。普通に弱かった。大宮、京都河原町にある屋敷、土佐藩御用の醤油商井口家が営む店で、坂本龍馬ら土佐の者がしばしば滞在している。改造された土蔵は、もし中の者が襲撃を受けた際にははしごを使って近隣の寺へ逃げ込める作りになっている。あれ、大宮で死んだんだっけ、坂本龍馬って。ちょっと待って、調べてググりたい。最後どこで死んだんだっけ。大宮だよな、ここだよな、大宮事件。うん、大宮において暗殺されたって書いてあるし、あれでしょう、誕生日、坂本龍馬の誕生日11月15日に暗殺されたんでしょう。そこは知ってる。他は知らない。他は詳しくない。あとはニャーが1匹、宝箱が1匹。いらっしゃいませ。いい品が入りましたよ。いらない。またどうぞ。邪魔だよ。どう入るのが正解なんだ、これ。
こうか。これが正解か。下にあるんだろうけど、多分からくりなんだろうな、これ。またこっからなんとかして入るんだろうけど、あ、普通に開くし、からくり扉だし。忍者のサーベル、いや、マジで本当に銃剣出ないんだけど。中堅が出なさすぎて、ちょっとマジで戦力が増強されない。ニャーもいない。どこだニャーは。いいね鴨川、いいねいいね。ニャーがいない。あー、いた、いたいた。河原町全収集達成。次ここ行こう、東山行こう。はい、ちょっとこっちに来てくれよ。酒か。てめえ何しよ。酒じゃねえか。ぶん投げて渡すとは。あんた水郷だな。よし、酒イベントが一番楽だわ。あー、ここ清水寺じゃない、二年坂じゃないこれ。三年坂か。
あーいいねいいね、結構再現度高いねこれ。ここに舞妓さんヒーヒー売ってるお店があって、ここちょうどここめちゃめちゃ風邪ひいてる時に行って思いっきり舞妓さんヒーヒーでここで咳込んだ思い出があるな。死ぬかと思ったね、あれは本当に。いいねいいね、観光じゃんこれ、観光芸じゃんもうここまで来ると。おお清水寺じゃ。東山、祇園の南に隣接する鴨川東岸の山地、清水寺へ続く坂など古くからの景勝地が数多くある。洛中より36程度の山々が望めることから東山36峰とも呼ばれる。東山清水寺、京都東山にある、北方宗寺院。778年この地にあった音羽の滝を宋謙信が夢のお告げに従い発見し、そこで修行を始めたのが由来。観音霊場として信仰を集めた。本堂の舞台から飛び降り生き残れば願いが叶うという伝説があり、実行して死者や怪我人が出たという。すごいね。何した？どうやらね、この清水寺のこの舞台の下のここ今でもっていうか、この手つかずらしくて、この下駄の橋下駄じゃないけど、この櫓の向こう側は手つかずらしくてさ、あの当時の古銭、まあお金落ちてるみたいな。すごいよな、そういうのロマンがあるよね。どっから入るんだ清水寺。いいね清水。おフェリーチェベアとも、因縁が最大になった。ここまでどうやって行くんだ。絶対こっからじゃ間に合わないよな。
扉の反対側からのみ。あーこっちか、ここか、こう行けってことだ。どうすんだ次、どう行くんだ。あーこれで入れるってことだ、ここに。いや待て、入れない。どっから入るんだ。どう行くんだこれ、清水向こう側。バリケードしてるから屋根登れるわけもないし。ん、ここか、これか。あ、なるほど。なんつう回りくどいこと。あーこれはすごい。あーやっぱこっちが欲しいよな、やっぱりもっと。でここが開けられると、反対側の扉。
奥が深いな、なんかこうやってマップ探索してると。砲術訓練あり。島田左近、目明かし文吉。結構お尋ね者多いな京都。待て、やられる。やられちゃう。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。ちょっと待って、ここの敵強いぞ。危なー、やられちゃう。やばい、ここ強いぞマジで。忍殺室じゃないとやっぱきついか。マールさん、久しぶりに見た。マールさん、わあ。で、弾を撃ちすぎたせいか弾がもうない。あと6発しかない。どうしよう。
武器屋がない。ちょっと待って、武器屋がないぞマジで。どこだ。そろそろ弾丸補充しなきゃ。きついよ、撃ちすぎた。お、あるじゃん33元堂。33元堂、京都東山にある天台宗寺院、正しくは蓮華王院本堂と呼ぶ。12世紀、後白河上皇が、院御所の敷地に造営した。名称の33は観音菩薩の変月神の数にちなむ。16から17世紀に盛んに催されていた通し屋は、本堂西側の回廊を南北に、射通した矢数を争う競技である。あー、ちょいと打っていかないか。いる、山田孝之。どんなにいい銃も当てられなきゃただの棒だ。砲術訓練で腕を磨かないか。やります、やります。とも、よし来た、お手並み拝見といこう。16000点、まあいけるじゃろ。ちょっと待って、数がめちゃくちゃ多い。これいけるわ、いけるいける。全然楽勝でいけるわ。
よし。あんた、かなりの使い手だな。恐れ入ったよ。王城の護衛銃、なんか良さそうなの取ったよ。あー上がる、めちゃめちゃ上がる。トトーの攻撃力が 10% 下がっちゃうけど全然いい。屋根の上どうやって取るんだ。いや、はや、せや、違う違う。あれか、わかった。あそこだ、上からだ。こうだ、こういうことだ。33限度、正直この写真撮るんなら開いててほしくない。開いてっていうか中の千手観音全部撮りたいよな。手だれ4匹、敵14匹、多いよこれ。やばい、気を抜いたらここやられる。
奥義を習得。なんだろう奥義って。これかな奥義。万骨派。それ全然使ってないぞ奥義とか。昇天部、これ良さそう。回避しながらの攻撃。うっ、そう。うっ、そう。修羅奥義を習得。なんだ特殊な奥義って。やばいや、敵が強い。来てくれるか。ちょっと待って、何？え？え、何された今俺。待って、敵いなかったろ今。いや、なんそれ今の。待て、ちょっと待て。ここじゃろ？何？あ、なるほど。何かあるぞここ。うわー、そういうことか。せこいやり方がマジで今のは。
ちには仲間にしたいな、ちょっと。よし。やめて、やめて、犬を倒すのやめて。マジで。Okay.
やっぱり敵強いよな。なんか今までに比べて全然ダメージが通らない。よし、普通にきつかった。ここめっちゃきつかった。くださいよ。これ強いよ。用は済みましたか？じっくり選んでください。どうぞ。ごひいきに。滑空場所がどっかにあるっぽいけど、どこだ？滑空訓練だよな、あれ。砲術はここでしょ。収集率、砲術の上に滑空、宝箱と砲術の間に滑空ってあるけど、ないんだよな、どこだ？いやでもあるとすれば清水寺だよな、あの高い位置。
死んじゃう。うわーもうくそー、ダメだ、もう集中力切れてきた。あー敵が強いし。ダメージが全然出ない。装備レベルがもう合ってないんだよな、これ多分29って。本当に銃剣の装備が全然出ないの、なんでだ。いつまで俺こんなクソ弱装備で戦わなきゃダメなの、マジで。空訓練出てないよな、どこだ。ダメだ、滑空訓練が見当たんない。となると東山後回しにして、ここ御所行こう、ここを打開してもう一個メインストーリー進めて今日終わろう。ちょっと待ってて、じゃあここ行こう。
やばいよな、弾が。あ、でも47発あるんか、保管数。まだいけるか。単純全然使ってないよな、本当に。能力ポイントまだ全然上げられる。上げていこう、ちょっと。まあまあこれだろうな、最大体力。やばい、マジで何あげりゃいいんだこれ。強化薬とか全然使ったことないぞ。まあ上げた方がええんじゃろうな、これ。上げてええっていうか、上げなきゃダメなんだろうな。入れないんだ。なんかバリケードしてるもんな。入れないか。あれか、金門の辺で一回行ったところか、御所って。ここ通りでなんか燃えてると思ったよ。
これ多分難易度高いよ、ここ。ちゃう、また。うわ、くそ。敵が強い、マジで。1体ずつ。島勝治。お、銅弾抜き、宗隆、なんか強そうな武器取ったよ。わー、強いな、確かに。これ強いわ、普通の刀にしては。
だって50上がるよ。マジで銃剣そろそろ出ろよと本当に。何銃剣以外マジで出ちゃってんの、いろいろと。ほんと銃剣だけ出ない。死ぬからマジで。待てと。じっくり選んでくださいよ。新選組の鉢金、新選組の歌、いいね、顔。おお、さすがですね。どう？一気に上がるな、黒き侍の鎧よりも。だったら無念無双これつけて、比類なきがなくなっちゃうけど無念無双これつけて、悩むな。でも弓はがぜんこっちの方が強くなるか。となると鋭利な兵法者、これ鋭利な兵法者これいらない。こっちで強靭になるこれにして、
あ、こっちが良くない？これが良くない？強靭なるが4つになったから、火ダメージ、ガード消費記録、体力減少時、さらに武勇がプラス2、こっちの方が良くない？ってことはこの無念無双を下がっちゃうけど、やっぱ臨前なるに変えれば、ああ良くない？こっちの方が。これでいこう。どうやって入るんだこの建物。なるほど、ややこしいな。よし、五所全収集達成。五所でいいのかなこれ。五所。近利及び上級公家の屋敷が存在する一帯。近利には、市民屋殿、清涼殿など、の御殿のほか、儀式や学問のための建物、庭園などがある。時に火災で焼失しつつも、その度に再建され、幕末まで500年以上も使われ続けてきた。半分終わったか。1、2、3、4、6箇所。1、2、3、4、5、6箇所。ここも行っとくか。そう言いながら全部やっちゃいそうなんだよな。ここも行ってくかとか言いながら、変だな。Hit!
待って、はめ殺される。待って、マジではめ殺されるって。荒木田様の助。よし。こいつらむちゃくちゃか、マジで。よし、きつかった。赤目の言語、また赤目シリーズ。
86匹目。馬のことなら任せな。全部買っとくか。さすがお目が高いね。他にはないかい。白毛の神馬、これ乗り換えよう。今が普通のでしょ。他にはないかい。アマテラスのバグからこっち変えようか。孫高孫のバグ、これいいじゃん、強いじゃん。よし来た。またいい馬を探しておくよ。おおいいねいいねいいね。豪部の王、いやもう本神部の王たちって出たけど、いや本当に頼むから中堅なんか出て、マジで。元気にしていたかい。その言葉を写真があるなら見せてもらおう。噂の現場参加者あるな。これはちょっと次回受けよう。また顔を出してくれよ。会えて嬉しい。本当かい。おお、書物をたくさん集めたようだね。さすがだ。探知対象の追加、宝箱や採集物、猫も探知できるようになる。いいね。どの改造がしたいんだい。より広範囲の探知ができるようになる。舶来本が40冊必要。この改造がしたいならもっと書物を集めてほしいな。低燃費か、使わないけど。滑空爆撃。どの改造がしたいんだい。アイテム所持数、舶来本あと4冊手に入れてこいってことか。僕の推測では君は必ずまた来る。そうだろう。あ、いた。うん。名所があと1箇所か。どこだ。ここっぽいよな。
行ってみるか。ここ怪しい。いや、違うな。じゃあここか、やっぱり薩摩藩京屋敷か。ああ、ここだ。全収集達成、丸太町。丸太町、京都御所の西側に隣接する土地。北部に薩摩藩京屋敷があるため武士の往来が多い。近隣に材木商が多く存在したことでこの名がついたとされる。薩摩藩京屋敷、丸太町にある薩摩藩の武家屋敷。京都における薩摩藩の政治拠点であり、朝廷との連携のため京都御所の西側に建てられた。藩主島津西林でいいのこれ、西林やその弟の国府久光が利用した。あとの5箇所は次回だな。6箇所か。1,2,3,4,5,6 箇所あるんか。よし、じゃあちょっとこれ行こう。新たな道、続きやって終わろう。うわ、なんか疲労が激しい。非常にもはや目が疲れた。滑空訓練どこなんだろうな、ここの東山の。何があったかじゃ。ここいらの骸は切られたばっかりのようじゃけんど、カズラさんが心配じゃ。早う見つけんと。急いで探そう。よし、向こうを探してみるぜよ。多くの門が町を焼け出されてこのありさまじゃ。世直しの戦のはずじゃのに、これでええんかの。やっと見つけたぞ。観念しろ。お相手しよう。日本橋の武士が寄ってたから一人で。ことに感謝する。
あれこれみすぼらしい姿なのってカツラさんじゃない？これで大丈夫じゃ。置いたらあん人に事情を聞かせてもらおうかの。いやあ、来てくれたのが君たちで助かったよ。やっぱりカツラさんかい。そんな格好で何をしよるがじゃ。長州のみんなが心配しちょったぜよ。砂漠側の動向を探っていたんだ。共に戦えず、同志の皆、特に日下君には申し訳ないことをしてしまった。だが潜伏の甲斐あって重要な話を耳にした。近く幕府は長州に討伐軍を派遣するというんだ。討伐軍？幕府はこの日に長州を潰す機会。ああ、そしてその主力としての役割を期待されているのが薩摩だ。また薩摩かい。前は幕府へ蜂起を企てちょったのに。表面上薩摩は幕府と協調する姿勢を貫いている。このままでは長州は終わりだ。何か妙案はないだろうか。ほうじゃのう。前々から考えちょったかじゃけんど、薩摩と長州で同盟を結んではどうじゃ。今この日本を変えられるほどの力を持ち寄るがは長州と薩摩だけじゃ。両者が結べば怖いもんなしぜよ。なるほど、確かにそれが実現できるなら最善だろう。しかし薩摩は我ら同志の敵。手を結んでよいものか。日の本を救うためだろう。ほうじゃ、薩摩と長州がいがみ合っちょる間に日本は西洋に食われるぜよ。それでも映画かい。わかった、ならば清水寺に乗り込むとしよう。そこに薩摩の西郷隆盛が滞在しているはずだ。今の薩摩を率いているのは西郷君だ。彼さえ解き伏せればことはなる。清水寺で落ち合おう。清水な。まずは君たちだけで掛け合ってみてくれるかい。いきなり敵である私が出ても話すら聞いてもらえまい。わかった、わしらに任しとけ。で、西郷さんはこの寺におるんじゃな。ああ、以前この寺に月照という住職がいたんだが、西郷君と親しくしていたそうでね。今日はその人の命日らしい。うん、なぜそんなことまで知ってる？薩摩の者たちを客にしている芸者から聞いたんだ。安政の大獄で西郷君と共に罪を負い亡くなったんだとか。うん、どう西郷を説得すればいい？難しい交渉になるとは思うが、すべては日の本のためと誠意を持って解けば西郷君も心を動かされるかもしれん。よし、話は分かった。行ってこよう。よし、ほいたら寺に乗り込むぜよ。行こう。いきなり追い出さねんよう、こらえを見て入るかの。境内は広そうじゃ。まずは西郷さんを探さんと。うわあ、これか。長州征伐を止めるため西郷を説得しに清水へ向かう。伊藤博文はまだ使ってないな。これ行こう。
一緒に行けるとは楽しみじゃ。もう一回ここ来たからな、来たっていうか下見は済んでるからな、もう完璧、完璧じゃないけどマップは頭に入ってる。なかなかの手際です。お、お泊まりの滝だ。なんか実際お泊まりの滝に来るとさ、みんなここにすごい並んでてさ、並ぶの気が引けちゃうんだよな。だって他のお客さんはこっからさ、その並んでる人たちを見てるしさ、並ぼうとしたらめっちゃ並んでるしさ、ただの見せ物じゃんって思っちゃうし気が引けちゃうんだよな。倒して上旬へ向かったわ。来い。なんか弱い銃剣出たな。レアドロップの銃剣が欲しいんだよな。なんで出ない。Oh!
この潜入って飛べばいいんかな、こっからここでいいんかな、違うよな。ここ開けたじゃろ俺開けたじゃろ、また鍵閉められちゃってるよ。下見はしたと言ったがあれは嘘だ無理だ、どう行くんだ。いや下見は確かにしたけど、したんじゃけども、忍び込み方が分かんないんだよな、清水寺への。ここか、これか。落ちたぞ。ちょっと龍馬さん、龍馬さんも落ちとるが。こっからか、こっから行けるんだ。なんつう回り込みの仕方。
強いぞこの敵。よし、手だれか。たまにはゴリ押しもしてみるもんじゃの。ここまで結構きつかったな。じっくり選んでくださいよ。用は済みましたか？用は済みましたか？用は済みましたか？どうぞごひいきに。中征伐はどうすっとじゃ。補藩が征伐軍の参謀なんじゃろ。月将さんならどう申されるかの。そいじゃおいは先に帰った。一人でよう考えたらよか。よし、ゴールだ。この大切な日に騒ぐやからはおいが許さん。待たんか。わしらは話を聞いただけじゃ。うそじゃろ。そんなんあり。そんなんありマジで。
スマルさん召喚しやがったぞ。簡単に触れてやるわけはいかんわい。やめて大丈夫か。よし、こいつむちゃくちゃやりおるな。さっきの中相手と切り合うてもどうにもならん。おはんら、おいに何か話があったじゃろう。長州征伐を中止してくれ。幕命に背けと。この件は上様直々のお声がけ、どうにもならんぞ。幕府のことはええ、わしらはおまんと話をしよるがじゃ。そもそも先に刀を抜いたんは長州じゃ。京都での所業を踏まえれば、奴らを捨ておけはせん。薩摩の立場もようわかる。けんど、この先のことを考えてはくれんかえ。つまり、どういうこっちゃ。長州と結べば日の本を変えられる。今国を変えるじゃと。おはん何を言うとじゃ。西郷さんも頭じゃ分かっちょるはずじゃ。薩摩だけじゃできんことも長州となら。長州にとっても薩摩は旧敵。足並みを揃えられとはとても。それは我々の覚悟次第ではあるまいか。いや、その前に先の騒乱を止められなかったことをまずお詫び申し上げよう。おはん、長州の桂さんか。その格好は。この通り身をやつしてはいるが、志には一片の汚れもないつもりだ。彼らの言う通り、因縁をねじ伏せてでも我らは結ぶべきだ。この日の元を変えるために。桂さん、わかりました。おいも依存はごわはん。月将どんも、これ以上の地位が流れることを望んではなかとじゃ。話はまとまったの。今後、長州と薩摩は手を組む。わしらが見届け人じゃ。こういう時、西洋では互いに手と手を差し出して握り合うそうじゃ。ほれ、やってみるぜよ。西国、よろしく頼む。心得申した。よし、これで西国高森が仲間になるってことか。マルさんもいる。やった。坂本龍馬らの説得を受けた薩摩の西郷隆盛は、幕命通りに長州征伐に赴くも、すぐに兵を引き上げさせた。これを機に薩摩と長州は接近。共に幕府に対抗するため、薩長同盟を結ぶこととなる。だからそこで言うてやったんじゃ。わしには太平洋のようなでっかい夢がある。
こっちだ。水技術や、心配いらん。早く手当てをしないと。さあ、行きましょう。私もお風呂入り直さないとね。その方がええ。まったくひどいもんだよ。寺田屋で襲われた坂本龍馬らは西郷隆盛を頼り薩摩藩邸へと逃げ込んだ。死ぬんじゃねこの年。次は逃げ切れんか。しばらくこっちのことはおまんに任せる。何年だった今。頼んだき。1867年じゃなかった暗殺って。ああ、次の年だ。来年龍馬が死ぬんだ。11月15日。あれ、あ、1867年だった。あ、この年に龍馬死ぬんだ。いやー、レアドロップマジ出ないな。攻撃力全然銃剣上がるけど、レアドロップの銃剣が全然出ない。全然こっちの方がいいじゃん。これ外したら輪前なくなっちゃうし、攻撃力めっちゃ高いの。なんかもう最終攻撃の攻撃力とか、攻撃力とか連続攻撃力とか、これなくなったらこっちしょぼすぎん。いくらなんでも。いや待てよ、こっちが強いか。でもちょっと変えてみるか。輪前なくなっちゃうけど、攻撃力に振ってみようか。ちょっと わあ、とりあえずここまでじゃない。一旦どうなんの。こっから幕府の終焉ってなってるけど、
一旦ここまでじゃな。いや、ちょっと今日は疲労がすごい。もう目が疲れちゃってる。眼圧も上がってきちゃったし、なんか。まあ、次回はこれマップ全部埋めて、待て、滑空出てる。これ言っとこう。今日はいい風が吹いてるよ。ここでは滑空。これだけやって終わろう。わかった。12000点な。これ難しいぞ。おお、極電いけるもんじゃな。素晴らしい。風を自在に操っていたね。やった、東山全収集達成、かつ極電。ここまでじゃな。お疲れ様でした疲れた、マジで疲れた。でも今日は悪くないよ、今日のプレイは。よし、終わろう。お疲れ様でした。また後日続きやっていきます。じゃあお疲れ。